てた対クール反抗作戦ブラックボックスは成功に終わったけれどその裏で起こった事件について知っているのは僕らだけ軍は何かを必死で隠そうとしていたみんなの心の中に疑念が残った君が金がえきりくんかな少しばかり君の兄上殿について聞きたいんだがいいかな兄がどうかなさいましたか何でも兄上殿が君のブレイカーズの入隊を強く反対していたらしいじゃないか君はあの金ヶ池の御息女だろう問屋しで大丈夫だね確かに兄は私の入隊を固く拒んでいましたけど兄は兄私は私別の人格の持ち主ですそりゃあわかるが家族の反対を押し切ってまでエンチャントとして戦いに身を投じる必要はないと思うがね私は幼少の頃から武道の何たるかを心身の髄まで叩き込まれてまいりましたこの信念を曲げることなどどなたであろうと不可能おそれは殊勝な心構えだな世の男どもに聞かせてやりたいわですが一方で私がこうして女らしく振る舞えるのも兄の手ほどきのおかげですのそんなことは聞いとりゃすんよもういい結構だお勤めご苦労様頑張ってねもうちょびひげ親父感じ悪っまあまああの態度はいつものことだからでも本当に何しに来たんだろうねいい予感がしないやできるだけ関わらないようにしようぜいかがでしたか司令官私の印象では彼女と金ヶ谷国政の間に例の件についての関係はないように見えました単なる世間知らずのお嬢ちゃんに見えるが油断はできんな金ヶ谷と連絡を取るやもしれんしっかりと見張っておくよそれと三上君二人っきりの時は片桐さんと呼ぶように言ってあるはずだな分かれんようなら下の名前で呼ばせちゃうぞはあ、いえそれだけはご勘弁を片桐さん